こんにちは、赤月です。ちょっとご無沙汰してました。というのもね、家の Wi-Fi がね、光電話を申し込んだらね、Wi-Fi 使えなくなったの。これはどう考えても某有名プロバイダーのね、ミスだと思うのよね。ほんで、光電話、電話機も自分で買ってたのにね。ほんで、なんや、モデムまた送ってこられて、で、局内工事がなんやかんや言って。だから、使えてた Wi-Fi が使えなくなって。ほんで、スマホの通信だとね、動画撮ってもね、アップロードできないんですよ。やっぱり。容量がね、足りなくてね。それでね、ポケット Wi-Fi 注文したのよ。で、ポケット Wi-Fi で、やったら、まあ、通信ね、できるようになってね。ほんで、だから先月スマホの、通信量ギガ数全部使い果たしてね。ほんで、重い状態で、検索もできへんのってね。で、ようやく、まあ、同じとこなんで、同じプロバイダーのね、とこで、YMAX はネットからね、遅い状態からネットからようやく注文したら、もう即送ってくるのよね。そういうのに、Wi-Fi 繋がれへんの、カスタマーサポートにね、電話何回しても繋がれへん。なんや、長い、また電話でね、このコロナ禍で、職員体制も十分取れないので、つながりにくい状態が続いてますから、けどご理解くださいってね。もう何回かけてもつながれへん、ね。そんな待ってられへんしね。ほんで、まあ、YMAX で。ほんで、もう、家のね、Wi-Fi の方はもう解約しようと思って。もう解約料かかってもいいよ。そこでちょっとやっぱり喧嘩しちゃうかな、思って。オタクとこのミスのせいで Wi-Fi 使えなくなって、そのために YMAX を注文したと。ほんで、最初の契約もね、なんや。イラもいっぱいつけられとってね。6000何本かかってんのよね。それ、次の出た人がよかって、解約しときましょうか、言って、それ全部解約してもらってんけどね。明日また電話せなあかんけどね、今ちょっとしんどいしね。これで、来年ね、引っ越しすることになりました。車椅子常用向け市営住宅に引っ越そうと思ってます。まあ、それについてはね、また細かくね、ご紹介していきたいと思いますし。ほんで、引っ越した先でもやっぱり、コミュニケーションちょっと活発にしたいなと思ってるので、よう似た状況の方とね、メールでつながるようなね、まあ、サークル的なもんもね、考えていきたいなと。まあ、脳卒中協会にも入ろうかなとか、まあ、どんなんがいいかな、自分でね、脳卒中とかそういうリハビリ仲間みたいなね、作って、元気づけ合いしたいなと思ってます。そんなこんなで、ようやく、Wi-Fi、YMAX でできた赤月でした。ほんで、ちょっとね、霊感がね、研ぎ澄まされてきたんでね、なんかうまいことピンポイントでこう、当たる、引き当てるようなね、感じで、ちょっと問い合わせしてもね、ドンピシャばっかり当たってるんでね、ちょっと、赤月お日様、じゃお光様教でも作ろうかな。ガランサスさんの真似してね、教祖として、まあ、すげえ教祖としてね、まあ、ちょっと冗談っぽく、教祖として心構えとかね、物事の捉え方とか、行動指針とかね、そんなこともね、お話ししていきたいなと思います。それと、ボランティアでね、LINE なんかで人生相談もやりたいなと思ってます。こんな体になってもね、なんかボランティアやりたいし、まあ、人様の役に立つようなね、何かをやりたいと。思い始めてね。まあそういう今日もね、デイサービスいいですね。でも引っ越しすること分かってんねんけどね、お一人の方が電話して来てくれはってね、仲良くいつも喋っていただいてるんですけどね、楽しくおしゃべりさせてもらったりね、そういう人生の先輩やけれどもお友達がねポツポツできたりするんでね、これからの人生の考え方っていうのも若い頃とね大きく変わってね、やっぱり人の役に立つようなボランティア的なね有意義なことをやりたいと思ってます。
それとちょっと聞いた N 国が来年からゴルフ島に改名。ほんまふざけとんねん。ゴルフ島って何やねん。政治ちゃうやないの。ゴルフって遊びやないの。ね、そんなんで。まあね、呆れたね。以上です。よろしかったらチャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。またコメント欄にもお好きなことよろしくお願いします。では。